ですが、さあ、今日のトークの、内容に入っていきたいと思います。まずこちらが、トークの、テーマです。はい、前半各分岐インタビューを中断させたのは誰か、そして後半静止ネタでチャリンチャリン、こちらの2本でお送りしていきたいと思います。はい、さあということで早速なんですけれども、このトークの前半です。はい、各分岐インタビューを中断させたのは誰かなんですけども、だから各分岐って、まあ、中国屋さんにはね、名前の知られた人なんだけれども、どういう人なんですか。まずあの闇の聖書、まあ、大体ね、中国のもう億万長者級のですね、はい、あのビジネスマンというのは、政治に関わってる政商ですね、政治を左右するあの人たちなんですけども、まあ、あのこの核分岐というのも、まあ、有名な闇の政商と言われてて、で何やったかって、一番大きな仕事はあの北京五輪公園の整備、はいはい、で彼その時に、まあ、暗躍した人、でその時にいろいろ汚職の問題とかいろんなあの問題やってたんですけども、中国のあのある種の政商、まあ、誰がとは言いませんけども、分かってるだけでも例えば何人かいるんだけれども、この人たちは実は国家安全部の、まあ、ある種の S なんですね。工作員的なあの役割をしていて、核分岐もそうだと言われてます。はい、だから国家安全部って何かって言ったら、まあまあ、インテリジェンスというかね、まあ、諜報機関なんですけど、なので盗聴とかいろんな情報を、ね、もあの知る立場にあるんですよ。で核分岐は何がずっと問題視されてたかというと、習近平政権のスキャンダルを結構握って、そのままアメリカに高飛びしている。今アメリカにいるんですね。そうなんですね。で習近平政権、特にあの王岐山のスキャンダル、なぜなら北京五輪の時の市長、北京市長王岐山だったんですよ。はい、で北京五輪その時の副市長は、もうすでに北京五輪汚職で失脚してるんですよ。あら危ない。でこの失脚しているあのキーマンが核分岐で、いろんな裏事情を知ってるんだけれども、当然王岐山のなんか、まあ、あのなんていうんですか、アキレス腱も知ってるはずだとずっと言われてました。はい、でそれを握ってそのままアメリカに、まあ、逃げてる。そういうあのいわゆる政商と呼ばれるね、政治のせいにあの商売人の商、はい、政商と呼ばれる人もう一人いるんですけど、李計画の弟、李計画というのは失脚した胡錦涛政権、胡錦涛さんの、まああのまあ、懐刀というか、あの側近と言われて人なんですけど、この人も失脚してるんですけども、この人の弟も、安全部からいろんな情報をもらって、あるいはあのお兄さんがあの、まあ、あの非常に重要な政治のポストについてましたから、そこから情報をもらって、いろんな習近平政権のスキャンダルを持ったまま、握ったまま、情報も握ったままアメリカに逃げてるわけです。でこうやってアメリカに中国の政治の、まあ、いわゆるその闇の部分というか、スキャンダルを握ったままアメリカに逃げてる、ビジネスマンというのは何人かいるんですけれども、 なんで逃げちゃうんですか。そのままその、まあ、いわゆる中国版の CIA じゃないですか、まあ、いやだから習近平が彼らを敵とみなせば、つまり権力闘争の延長の中で、彼らは多分江沢民派とか特に宋慶豪ですね、江沢民 の側近に宋慶豪という人がいるんですけど、この人が頭の切れる人で、今習近平は宋慶豪を非常に警戒している。なぜなら宋慶豪が習近平を総書記につける、まあ、いわゆる根回しというか、政治的な手腕を発揮したんですよね。で宋慶豪って何やったかって言ったら、例えば江沢民さんはずっと自分はあの中央軍事のトップ、軍のね一番自給を握る地位があるんですけど、そこ引退したくないって言ってたのに引退させたんですよ、胡錦涛のために。だからそういうなんていうのかな、こう自分のいろんな人脈を持って、大使党の中で一番影響力のある人なんですけども、その自分の人脈を駆使して、まあ、政局を変えるキーマンなんですよね。なので習近平は自分が例えば刺すとしたら彼の影響力は大きいと思って、今宋慶豪さんを非常にこう警戒してるんですけども、その宋慶豪が、まあ、いわゆる情報を取ってた、まあ、あの人はあの安全部の馬健というね、国家安全部の副部長の馬健という、もうこの人もすでに失脚してるんですけども、その人をまあ手駒にしてたんですけど、その手駒とその核分岐や、あの霊計計画の弟の霊感性とか、そういう人たちは実は全部つながってるんですね。でその、まあ、主要な、まあ、有名な人は2人いるんですけど、がアメリカに逃げてる。でアメリカはオバマ政権の時は、ずっと返せって言ってるんですよ、習近平は彼らを返せ返せと。だけども返さなかったオバマ政権は何の考え言って、どこにいるかわからない。でも、おそらくは庇護してる、 FBI とかが庇護してるはずなんですよね。なぜならいっぱい政権の弱みとか国家機密持ってるわけですから、そういう人っていうのは囲い込むのが普通はアメリカなんですよね。ところがこの核分岐がですね、いわゆる、
赤手配所と言われるね、うん、あのインターポール、はい、国際刑事警察機構、うん、銭形警部がいるところ、はい、ところあそこで、うん、指名手配されました、うん、それが4月18日に明らかになったんですよね、はい、でなんでって思うんですよ、うん、今までずっとこの人はもう3年ぐらい逃げてるんですね、うん、あの習近平政権から なんで今ようやく、指名手配できたかって、うん、これは昨年の12月刑事あのインターポールのトップが中国人に変わったんですよ、はい、お分かりやすい分かりやすいとっても、はい、でアメリカであともう一つ言うと7月あの4月の6日首脳会談ありましたでしょ、はい、訪中ありましたでしょ、うん、あの時にあんまり報道されてないですけどトランプと習近平 の会談の中の、まあ、一つの、まあ、成果じゃないですけど合意点は、うん、あの汚職の人汚職で中国に逃げてる人間っていうのを、うん回収したいと、はい、習近平が言ったら協力するよってトランプが言ったと、うんうんうん、だからこの流れを見ると核分岐は自分は強制送還されるかもしれないというのが非常に、懸念してると思うんですよね、はい、でその懸念してる時に自分がこう攻めに出るわけですよ、うん、そういう時にやっぱり自分の命を守らなきゃいけないから、はい、それで VOA というボイスオブアメリカというメディアに4月、19日かなあれは18日か19日か、まあ、ちょっと時間的に微妙なんですけど、はい、単独、うん、インタビュー中継に出演するんですよライブですかライブ3時間と予告されてた、はい、でそこでもうみんなワクワクするわけですよ、はい、どんな習近平のスキャンダルをね暴いて習近平政権のスキャンダルを暴いてくれるかとそうですねワクワクして見てた、うんうん、で1時間やってで、はい、ちょっとその、まあ、別のニュースとかね、うん、定時ニュースとか CM とかが入ってでそれからまた時間を変えてですね1時間っていう風に続けていく構成だったんですけど、はい、1時間は終わった、うん、で1時間は主にね自分がとバケその汚職ねその馬券という国家安全副部長との汚職の関係のことをいやそんなことないんだという、うんうんまあ、言い訳とかやってたんですけども、うん、その2時間目の頭に何を言ったかっていうと、はい王岐山のスキャンダルを言ったんですよ王岐山というのは習近平の片腕として反腐敗キャンペーンを、まあ、陣頭指揮取っている、まあ、中国版鬼兵というか、はい火付け盗賊改め方、うんまあ、汚職改め、うん、汚職 G メントップなんですけども、うんはい、これをこのまず一つはこの人が非常にその汚職をやってると、うんうん、で何をやってるかっていうとここごめんなさい私も公安副部長に、うん、不正不論ファって言うんですけども、はい、副部長が、うん、その核分岐に大木山そして毛建中、うん、この二人の要するに汚職を調べろと、うんうん、で大木山はプライベートジェットを持って、うんものすごくこういろんなところその海南航空からのね、はい大木山のファミリーつまり甥っ子なんですけども、うんうん、妻方の甥っ子なんですけども、うん、ファミリーから、こんだけお金をもらってるとか、うん、いろんな情報を与えてで彼の汚職をちょっと調査してくれというふうに公安部つまり警察トップですよね、はい、の警察 の副部長から依頼があったとあなるほどだから大木さんというのは汚職の疑いがあると汚職を追及するって言われているトップの大木さんが汚職をしているかもしれないって言われてその警察の トップの副部長が核分岐に核分岐っていうのは、うん、要するにさっきも言ったように表立ってはバレてないけれども、はい公安国家安全部つまりスパイなんですよ、うんうん、で政商でありスパイであるっていう人たちが過去何人もいてるんですけども、まあ、有名なところでね雷長生っていう人がいるんです雷小生っていう人がいるんですけどね、はい、これはもう捕まって刑務所の中にいますけれども、うん、この何ていうか依頼をその、うん、まあ受けたんだっていうことを言って、はい、でその依頼を言うことを聞かせるために家族彼はアメリカにずっといるんですけども、はい、中国の自分の家族とか、うん、あと会社持ってるんですけども、はい、会社 の社員とかが人質に取られてる、うん、であとお金もそのフジョンファっていうねその公安副部長のからお金も寄せられてる5000万ドル出せみたいな感じでね、うん、家族の無事を保証してほしかったら5000万ドル寄付してくれみたいなことも言ってるわけで、うん、だと本人は言ってるわけ、はい、でそれの証拠として電話のなんか会話録音テープなんかも出してきてるわけ、うん、でさらに何を言ってるかっていうと習近平が私に総命大木山を調査しろと命令したなぜなら習近平は大木山を利用してるけど信用してないとなるほど彼の弱みを掴んでおきたいんだっていうようなことを言ったと、うんうん、となると
習近平の反腐敗キャンペーン の、うん、あの右腕と言われる王岐山と習近平というのは結構仲悪い、私はもともと仲悪い説ずっと言ってたんですけども、はい、うん、まあ、それをまあちょっと補足するような形の証拠が、まあ、証拠というかね、証言が出てきたんですけども、まあ、そういうことを言い出して、で具体的にどういう汚職がっていうような話にこれからなるんじゃないかなと思ったところで、うん、実はインタビューが突然中断されたの、うん、視聴者に断りもなく、オンエア中にですか、オンエア中に、うーん、でもうあと一切説明なくて突然、うん、えなんでって、うん、だからもうみんなね笑ってね、あの電そのワイワイ、あの大木さんが Wi-Fi 切ったんだみたいなあの話を言ってたんですけども、うん、でも結局あのみんなが一番恐れたのは、はい、VOA というのはボイスオブアメリカっていうのは実はアメリカの議会からも資金が提供されている、うん、あのまあ、アメリカ政府系のメディアなんですよ、うん、これが例えば中国からガンガン圧力来てるのは分かってる、うん、それは番組中にも言ってるんですよ、はい、その大使館 と、外交部からこ うちの北京の、ね、支社長が呼び出されてね、うん、聴取されてるみたいな話も来たけど、うんうん、そんな圧力に屈してインタビューを中断するようなメディアではないとみんなが思ってたのに、はい、なんでインタビュー中断したの、うん、これを中断させたのはもしや国務省とかってみんな思うわけ、はい、一瞬、はい、で結局結果的に言うとこれはその他のメディアがいろいろと調べた結果、国務省とかホワイトハウスは一切 VOA には圧力かけてませんよというふうな報道は出てます、うん、はい、本当本当って思うけども、うんうん、で中国はもう外交部から大使館からガンガン圧力かけて、はい、北京支社長 VOA の北京支社長を呼び出しされてっていう状況は分かってた、うん、はい、じゃあなんで中断したのってのはこれは VOA の忖度だという話になるんだけど、データ忖度、うん、はい、VOA の そのハイレベルのところでも意見が分かれて、うん、でもうガンガン討論してやめるべきだやめざるべきだっていうこと で建前上は、ね、赤手配書出てるような、はい、まあ、犯罪容疑があるような人を、うん、あのメディアで、ね、に出させて、中国政府を攻撃するのもいかがなものかっていうようなことを、うん、まあ、建前に、やめた中断が決まったみたいなんだけども、はい、うん、これはやっぱりね私一つのターニングポイントっていうか、うん、今までね私、はい、ピルズベリーさんとも会って話をしたことがあるんだけども、ピルズベリーさんっていうのはあの有名なねアメリカの中国あの、まあ、昔はパンダハガーって言われたんですけど最近中国に厳しいことをいろいろ書いてらっしゃる、うん、あの学者さんというかもともとそういう諜報関係 あの人なんですけれども、その人に話を聞いた時に亡命してる人間をね、はい、まあ、彼情報を取るっていうのは中国のずっとアメリカがやってきたことなんですよ、うん、はい、政治亡命していてる人だ、うん、でそういう意味では私霊計画さんどうなんですかみたいなこと言ったらそれは私の立場上言えませんとか言ってニヤニヤして言ってたんだけれども、うんうん、まあ要するに言外に霊計画は庇護すると言ってたんで、ね、うん、でこの時に霊計画のことしか聞かなかったけど、要するにそういうふうに国家機密を持って、うん、アメリカに逃げてきてる人間は、はい、アメリカとしては利用するけれども、うん、まあ、同時に庇護すると、うん、で過去に、ね、何人もそういう人がいてて、で新しい身分証明書とかパスポートをアメリカ政府が与えて庇護してたことはあるんですよね。でそれでいろんな情報を仕入れて対中政策にも生かしてたんだけども、実はその中にスパイ逆スパイが紛れ込んでていろんな大変だったって話も、うん、あの実は彼の本に書いてるんだけれども、そういうアメリカであったのがひょっとすると返すかもしれない、あこの、うん、トランプ政権になると核分岐さんを、うん、だって、うん、国際手指名手配書まで出て、はい、でしかも会った時になんか協力するみたいなことを、うん、努力するとかって言っちゃって、うん、でしかも今さっき冒頭に説明したように北朝鮮問題が非常に緊迫してると、うん、アメリカにとって、うん、もう中国はある意味もう全部丸投げじゃないけども、うん、中国が鍵だと思ってるわけですよ、北朝鮮問題の解決は、うん、で中国は多分つまり習近平さんは多分そのトランプさんと会った時にもう自分がやると全部そのできるだけの協力をするというような安請け合いを、まあ、本気かどうか知れないけどもやったと言われてるんですよね、うん、なんか冗談で、うん、とある記者が言ってたけど畑山幸也と同じでトラストミーと言ったらしいみたいなそれは言ってはいけない言ったらだからあれ言った後で民進党政権がどうなったかっていうのを考えれたら共産党もやばいんじゃないのって言ったらあれはバッチですからね全部崩壊しますからね、うん、全部崩壊するような、うん、でも結局もう自分が秋の党大会で、うん、うまくやり過ごすには、はい、もうそこでトランプの信用を得なきゃいけないっていう、うん、選択に迫られてたから何でもやりますみたいな感じ の対応だったというふうな話を後で聞いたんですけども、うん、そうすると中国にやっぱりアメリカも報いなきゃいけないので、はい、
中国が要求することは自分でできることならば、うん、まあ、できるだけ譲歩しようと思ってる、うん、だからまあいろんなね税関関税の問題とか為替操作国の問題とか、うん、そういうのも全部棚上げにしたわけですよね。だそうなってくるとどうなるかっていうと、もうアメリカに亡命して、つまり民主活動だとか中国共産党に都合の悪い人間が、いろんな土産情報、あの内部情報を持ってアメリカに亡命しても助けてもらえない時代が来るかもしれない。これ超怖いことなんですね。怖いですね。手持ちのカードの命綱の株大暴落ってとこですね。恐ろしい、まあ、そういうふうに考えると、この核分岐事件のその VOA のインタビューっていうのは本当、結構大きな事件だなと、はい、米中関係がどうなるかっていうことと、うん、でこのアメリカが要するに彼らの持っている本当にスキャンダルね、確かなものであったら、うん、政権ひっくり返すこともできるわけですよ、うん、そういうふうにみんなしてほしいと思ってる、うん、あのアンチ共産党の人、中国人たちもいるんだけども、うん、それをするかしないかっていうのもその今のトランプ政権を見てたら、うん、分からないわけですよね。でおそらくヒラリーだったら利用してた可能性はある、うん、それで習近平政権を、ね、脅威だとみなせば、うん、だからトランプが習近平政権を脅威だとみなせばそういうカードっていうのをこれから秋の党大会までに使えるんだけれども、うん、おそらく優先順位から言うと北朝鮮とかそっちの問題になるので、それで中国 その協力を、うん、習近平政権の協力がとても必要であれば返しちゃうっていうカードも保有するわけですよね。なるほどね。なので、いろいろと中国の、はい、その、まあ、その中国の内政も、米中関係が影響するような、状況になってきてるな、はい、ちなみにね、核分岐はその後このインタビュー中断した後、はい、いろいろツイッターで暴言やってるんですけど、大木さんがね、そのプライベートジェットボーイング買って、はい、その中でトップレベルの有名なね、中国で名前の知られた、うんうん、女優モデルさんがいるんですけど、うんうん、その人を1時間16万件で、うん、雇って、はい、連れて、うん、で、まあ、空中で、まあ、ご乱行をやったとかね、うんうん、そういうようなことをボン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 やってて、あまりにも下水話なんでさ、はい、下水、うん、嘘、この人の言ってることもだんだん信用できないぞっていう雰囲気にもなってきて、で、国内では核分岐がどんなにひどい汚職をやってるかっていうのを今もう大展開でやってるんで、まあ、これはね、どっちをその下手をするとトランプさんが核分岐っていうのは本当にいい加減なことを言う悪い汚職の人間だ、もう信用できないとか思っちゃったらアウトですよね。そうですね。さあ、まあ、政治の世界はいかにカードをどのタイミングで切るか、いかに高値で売るかというところなんですけれども、さあ、自分の手持ちのカードをこれからこの人下げるのか上げるのか、まあ、っていうか無事でいられるのかどうかというところですね。そうですね。さあ、ちょっとまあ注目していきたいんですけど、うん、はい、再びメディアに彼が出る日はあるのかどうかということで、前半ありがとうございました、はい、ありがとうございました。うん、言ったと、うん、となると習近平の反腐敗キャンペーン の、うん、右腕と言われる王岐山と習近平というのは結構仲悪い、私もともと仲悪い説ずっと言ってたんですけども、はい、まあ、それをまあちょっと補足するような形の証拠が、まあ、うん、証拠というかね、証言が出てきたんですけども、まあ、そういうことを言い出して、で具体的にどういう汚職がっていうような話にこれからなるんじゃないかなと思ったところで、うん、実はインタビューが突然中断されたの、うん、視聴者に断りもなく、オンエア中にですか、オンエア中に、でもあと一切説明なくて突然、うん、なんでって、だからもうみんなね笑ってね、そのワイワイ、大木さんが Wi-Fi 切ったんだみたいな話を言ってたんですけども、うん、でも結局みんなが一番恐れたのは、はい、VOA というのはボイスオブアメリカっていうのは実はアメリカの議会からも資金が提供されている、はい、まあ、アメリカ政府系のメディアなんですよ、うん、これが例えば中国からガンガン圧力来てるのは分かってる、うん、それは番組中にも言ってるんですよ、はい、その大使館 と、外交部からこう、うちの北京の、ね、支社長が呼び出されてね、うん、聴取されてるみたいな話も来たけど、うんうん、そんな圧力に屈してインタビューを中断するようなメディアではないとみんなが思ってたのに、はい、なんでインタビュー中断したの、うん、これを中断させたのはもしや国務省とかってみんな思うわけ、はい、一瞬、はい、で結局結果的に言うとこれはその他のメディアがいろいろと調べた結果、国務省とかホワイトハウスは一切 VOA には圧力かけてませんよというふうな報道は出てます、うん、はい、本当本当って思うけども、うんうん、
で中国はもう外交部から大使館からガンガン圧力をかけて、はい、北京支庁長 VOA の北京支庁長を呼び出しされて、うん、っていう状況は分かってた、うん、じゃあなんで中断したのっていうのはこれは VOA の忖度だという話になるんだけど、データ忖度、うん、はい、だから VOA のそのハイレベルのところでも意見が分かれて、うん、でもうガンガン討論してやめるべきだやめざるべきだっていうこと で、うん、で建前上はね、赤手配書出てるような、はい、まあ、犯罪容疑があるような人を、うん、あのメディアで、ね、に出させて、中国政府を攻撃するのもいかがなものかっていうようなことを、うん、まあ、建前に、やめた中断が決まったみたいなんだけども、はい、うん、これはやっぱりね私一つのターニングポイントっていうか、うん、今までね私ピルズベリーさんとも、はい、あの会って話をしたことがあるんだけども、ピルズベリーさんっていうのはあの有名なねアメリカの中国あの、まあ、昔はパンダハガーって言われたんですけど最近中国に厳しいことをいろいろ書いてらっしゃる、うん、あの学者さんというか、まあ、もともとそういう諜報関係 の人なんですけれども、その人に話を聞いた時に亡命してる人間をね、はい、まあ、彼情報を取るっていうのは中国のずっとアメリカがやってきたことなんですよ、うん、はい、政治亡命していてる人だ、うん、でそういう意味では私霊計画さんどうなんですかみたいなこと言ったら、それは私の立場上言えませんとか言ってニヤニヤして言ってたんだけれども、うんうん、まあ要するに言外に霊計画は庇護すると言ってたんで、ね、でこの時に霊計画のこと言ってたんだけれども、うんうん、まあ要するに言外に霊計画は庇護すると言ってたんで、ね、でこの時に霊計画のことしか聞かなかったけど、要するにそういうふうに国家機密を持って、うん、アメリカに逃げてきてる人間は、はい、アメリカとしては利用するけれども、うん、まあ、同時に庇護すると、うんうん、で過去に、ね、何人もそういう人がいてて、で新しい身分証明書とかパスポートをアメリカ政府が与えて庇護してたことはあるんですよね。でそれでいろんな情報を仕入れて対中政策にも生かしてたんだけども、実はその中にスパイ、逆スパイが紛れ込んでていろんな大変だったって話も、うん、あの実は彼の本に書いてるんだけれども、そういうアメリカであったのがひょっとすると返すかもしれない、あこの、うん、トランプ政権になると核分岐さんを、うん、だって、うん、国際手指名手配書まで出て、はい、でしかも会った時に何か協力するみたいなことを、うん、努力するとかって言っちゃって、うん、でしかも今さっき冒頭に説明したように北朝鮮問題が非常に緊迫してると、うん、アメリカにとって、うん、もう中国はある意味もう全部丸投げじゃないけども、うん、中国が鍵だと思ってるわけですよ北朝鮮問題の解決は、うん、で中国は多分つまり習近平さんは多分そのトランプさんと会った時にもう自分がやると全部そのできるだけの協力をするというような安請け合いを、まあ、本気かどうか知れないけれどもやったと言われてるんですよね、うん、なんか冗談で、うん、とある記者が言ってたけど畑山幸也と同じでトラストミーと言ったらしいみたいなそれは言ってはいけない言ったらだからあれ言った後で民進党政権がどうなったかっていうのを考えれたら共産党もやばいんじゃないのって言ったらやばいあれはバッチですからね全部崩壊しますからね、うん、全部崩壊するような、うん、でも結局もう自分が秋の党大会で、うん、うまくやり過ごすには、はい、もうそこでトランプの信用を得なきゃいけないっていう、うん、選択に迫られてたから何でもやりますみたいな感じ の対応だったというふうな話を後で聞いたんですけども、うん、そうすると中国にやっぱりアメリカも報いなきゃいけないので、はい、中国が要求することは自分でできることならば、うん、まあ、できるだけ譲歩しようと思ってる、うん、だからまあいろんなね税関税の問題とか為替操作国の問題とか、うん、そういうのも全部棚上げにしたわけですよね。だそうなってくるとどうなるかっていうと、もうアメリカに亡命してつまり民主活動だとか中国共産党に都合の悪い人間が、いろんな土産情報内部情報を持ってアメリカに亡命しても助けてもらえない時代が来るかもしれない。これ超怖いことなんですね。怖いですね。手持ちのカードの命綱の株大暴落ってとこですね。恐ろしい、まあ、そういうふうに考えると、この核分岐事件 その VOA のインタビューっていうのは本当、結構大きな事件だなと、はい、米中関係がどうなるかっていうことと、うん、でこのアメリカが要するに彼らの持っている本当にスキャンダルね確かなものであったら、うん、政権ひっくり返すこともできるわけですよ、うん、そういうふうにみんなしてほしいと関係 の人なんですけれども、その人に話を聞いた時に亡命してる人間をね、はい、まあ、彼情報を取るっていうのは中国のずっとアメリカがやってきたことなんですよ、うん、はい、政治亡命していてる人だ、うん、でそういう意味では私霊計画さんどうなんですかみたいなこと言ったら、それは私の立場上言えませんとか言ってニヤニヤして言ってたんだけれども、うんうん、まあ要するに言外に霊計画は庇護すると言ってたんで、ね、でこの時に霊計画のことしか聞かなかったけど、要するにそういうふうに国家機密を持って、うん、アメリカに逃げてきてる人間は、はい、
アメリカとしては利用するけれども、うん、まあ、同時に庇護すると、うんうん、で過去に、ね、何人もそういう人がいてて、で新しい身分証明書とかパスポートをアメリカ政府が与えて庇護してたことはあるんですよね。でそれでいろんな情報を仕入れて対中政策に生かしてたんだけども、実はその中にスパイ、逆スパイが紛れ込んでていろんな大変だったって話も、うん、実は彼の本に書いてるんだけれども、そういうアメリカであったのがひょっとすると返すかもしれない。あ、この、うん、トランプ政権になると核分岐さんを、うん、だって、うん、国際手指名手配書まで出て、はい、でしかも会った時に何か協力するみたいなことを、うん、努力するとかって言っちゃって、うん、でしかも今さっき冒頭に説明したように北朝鮮問題が非常に緊迫してると、うん、アメリカにとって、うん、もう中国はある意味もう全部丸投げじゃないけども、うん、中国が鍵だと思ってるわけですよ、北朝鮮問題の解決は、うん、で中国は多分、つまり習近平さんは多分そのトランプさんと会った時にもう自分がやると、全部そのできるだけの協力をするというような安請け合いを、まあ、本気かどうか知れないけれどもやったと言われてるんですよね、うん、なんか冗談で、うん、とある記者が言ってたけど、畑山幸也と同じでトラストミーと言ったらしいみたいなそれは言ってはいけない言ったら、だからあれ言った後で民進党政権がどうなったかっていうのを考えたら共産党もやばいんじゃないのって言ったら、あれはバッチですからね全部崩壊しますからね、うん、全部崩壊するような、うん、でも結局もう自分が秋の党大会で、うん、うまくやり過ごすには、はい、もうそこでトランプの信用を得なきゃいけないっていう、うん、選択に迫られてたから、何でもやりますみたいな感じ の, 対応だったというふうな話を後で聞いたんですけども、うん、そうすると中国にやっぱりアメリカも報いなきゃいけないので、はい、中国が要求することは自分でできることならば、うん、まあ、できるだけ譲歩しようと思ってる、うん、だからまあいろんなね税か関税の問題とか為替操作国の問題とか、うん、そういうのも全部棚上げにしたわけですよね。だそうなってくるとどうなるかっていうと、もうアメリカに亡命して、つまり民主活動だとか中国共産党に都合の悪い人間が、いろんな土産情報内部情報を持ってアメリカに亡命しても助けてもらえない時代が来るかもしれない。これ超怖いことなんですね。怖いですね。手持ちのカードの命綱の株大暴落ってとこですね。恐ろしい、まあ、そういうふうに考えると、この核分岐事件で出てて、で何やったかって、一番大きな仕事は北京五輪公園の整備、はいはい、うん、で彼その時に、まあ、暗躍した人、うん、でその時にいろいろ汚職の問題とかいろんな問題やってたんですけども、中国のある種の政商、はい、まあ、誰がとは言いませんけども、分かってるだけでも例えば何人かいるんだけれども、この人たちは実は国家安全部の、まあ、ある種の S なんですね。工作員的な役割をしていて、核分岐もそうだと言われてます、はい、だから国家安全部って何かって言ったら、まあまあ、インテリジェンスというかね、まあ、諜報機関なんですけど、なので盗聴とかいろんな情報を、ね、も知る立場にあるんですよ、うんうん、で核分岐は何がずっと問題視されてたかというと、習近平政権のスキャンダルを結構握ってそのままアメリカに高飛びしている、今アメリカにいるんですね。そうなんですね。で習近平政権特に王岐山のスキャンダル、なぜなら、うん、北京五輪の時の市長、北京市長王岐山だったんですよ、はい、で北京五輪その時の副市長は、うん、もうすでに北京五輪汚職で失脚してるんですよ。あら危ない。でこの失脚しているキーマンが核分岐で、うん、いろんな裏事情を知ってるんだけれども、うん、当然王岐山のなんか、まあ、なんていうんですか、アキレス腱も知ってるはずだとずっと言われてました、はい、でそれを握ってそのままアメリカに、まあ、逃げてる、うん、そういういわゆる政商と呼ばれる、ね、政治のせいに商売人の商と、はい、政商と呼ばれる人もう一人いるんですけど、李計画の弟、李計画というのは失脚した胡錦涛政権、胡錦涛さんの、まあ懐刀というか、うん、側近と言われて人なんですけど、この人も失脚してるんですけども、この人の弟も、安全部からいろんな情報をもらって、うん、あるいはお兄さんが非常に重要な政治のポストについてましたから、うん、そこから情報をもらっていろんな習近平政権のスキャンダルを持ったまま握ったまま情報も握ったままアメリカに逃げてるわけです、うん、でこうやってアメリカに中国の政治の、まあ、いわゆるその闇の部分というか、うん、はい、スキャンダルを握ったままアメリカに逃げてる、うん、ビジネスマンというのは何人かいるんですけれども、 なんで逃げちゃうんですか、そのままその、まあ、いわゆる中国版の CIA じゃないですか、まあ、いやだから習近平が彼らを敵とみなせば、うんうん、つまり権力闘争の延長の中で、はい、彼らは多分江沢民派とか特に宋慶豪ですね、うんうん、江沢民 の側近に宋慶豪という人がいるんですけど、この人が頭の切れる人で、今習近平は宋慶豪を非常に警戒している。なぜなら宋慶豪が習近平を総書記につける、うん、
まあ、いわゆる根回しというか、はい、政治的な手腕を発揮したんですよね、うん、で総稽古って何やったかというと、例えば江沢民さんはずっと自分はあの軍中央軍事のトップ、軍の、ね、一番時期を握る地位があるんですけど、そこ引退したくないって言ってたのに、うん、引退させたんですよ、胡錦涛のために、うん、はい、だからそういうなんていうのかな、こう自分のいろんな人脈を持って、大使党の中で一番影響力のある人なんですけども、その自分の人脈を駆使して、まあ、政局を変えるキーマンなんですよね、うん、はい、なので習近平は自分が例えば刺すとしたら、彼の